ソミュア S35 は第二次世界大戦で使われたフランスの騎兵戦車である。1936年から1940年にかけ、騎兵化の機械化手段の装備として430両が生産された。S35 はこの時代においては快速活重走行の中戦車で同クラスの他の戦車と比べ走行も火力も勝っていた。 フランス陥落後は露革され数軸国によって使用された。S35 は1934年6月26日付に改訂通達された機兵戦車 a m c の使用に基づいてデザインされた。1931年に出された a m c の元の使用に比べ、新使用は対戦車砲への防御力を高めるためより重量が増していた。通達に先立ち、 フランス陸軍はすでに、シュナイダー社の子会社で、山間にあるソミュア社に試作者の製作について接触しており、ソミュア社も7月16日に、これを了承した。製作は1934年10月12日に、始まり、翌1935年4月14日、AC3 と名付けられた、原型車両が完成。 AAC3 は1935年7月4日から8月2日まで評価試験に供された。さらに改良を施された試作車 AC4 が4両製作され、これらは1938年1月27日までテストされた。これら試作車両は単方針の 47mm 戦車砲 SA34 付きの標準型 APEX-1 砲塔を搭載していた。 エイペックスとはこの砲塔がピュートー交渉性であることに由来する。評価試験中の1936年3月25日、AC4 はオータミトレイルズでコンバットモデル 1935S の名称で正式採用され、第一次発注として50両の生産が命じられた。この戦車はソムア S35 の名称で知られ、 今日ではより短縮化された S35 もしばしば使われる。S-35 と配分付きの例も多いが、これは当時のフランスの資料では見られない。量産車ではより長方針の 47mm 戦車砲 SA35 が搭載された。生産は当初、合計で600両が計画されていたが、第2次発注は財政的制約から250両に減らされた。 後になって、回線の前に200両の第三次発注が行われた。ソミワ S35 の車体と砲塔は、それぞれ最大走行圧 47mm、40mm の鋳造だった。車体は4分割で、車体下部は左右、上部は前後に分割されており、それぞれがボルト結合をされていた。砲刀は、ルノー B1 に搭載された、エイペックス1砲刀のバリエーションで、 元の1、022mm に対して1、130mm に砲塔リングが拡大された、エイペックス 1CE が使われた。これは118発の手砲玉箱、2250発の機銃弾マガジンを社長が装填するのを、無選手が補佐しやすい。とはいえるノー B1 同様、操縦の指示と手砲の操作、装填はなおすべて社長の役割で、 ただ無線機の操作が別の乗員に振り分けられただけだった。無線機は S35 の標準装備の一つと想定されていた。実際には、招待庁舎には、部隊間通信用の ER29 が搭載されたものの、部隊内通信用短距離無線機 ER28 の不足により、長車を除く招待の他4両には、無線機は一切搭載されなかった。 それらに無線機を搭載する計画は1940年夏まで延期されたので戦争には間に合わなかった。サスペンションはフランスで最初の戦車であるシュナイダー CA1 を開発したウージェーン・ブリリエ設計による。ブリリエはそれまでチェコのシコダ社で働いており、サスペンションは彼が手掛けた LT-35 を元にしたもので、や、プロトタイプ及び 生産初期の車両は細かいピッチの履帯を装着していたが、後の生産者ではピッチが拡大された。エンジンは車体後部にあり、両側に2つのセルフシーリング式燃料タンクを備え、エンジンルームは防火隔壁で戦闘室と隔てられていた。200馬力のエンジンはジャビエサバン設計で燃料は小さい方のタンクから消費され、 自動的に大きいタンクから継ぎ足される仕組みになっていた。そのため、経験不足の乗員の場合、時に小さい方のタンクだけに燃料を補給するという誤りを犯すことがあった。エンジンとサスペンションはアクセス性が悪く、整備しづらく手間がかかった。これは後期の車両では改良された。S35 には自動消火装置が備えられていたが、これは ブロモメタン入りのボンベ数個を危険な箇所に配置したものである。ドイツ軍戦車部隊としてコンコルド広場をパレードする S35 イギリス軍やソ連赤軍と同様、フランス軍は騎兵戦車と不評戦車をはっきりと区分けしていた。フランス陸軍は来たるべき戦争での勝利への手段としては防衛戦を胸としていたものの戦略上必要な局面では攻勢に出ることも ありうると考える程度には、現実的だった。突破と浸透拡大という構成の二章には、それぞれ専用の車両が必要であるとされた。ソミュア S35 は、後者の役割を担うものであった。S35 は良好な速度、適切な航続距離、仮想的であるソ連の BT-7、ナチスドイツのスリー号戦車を撃破しウルカ力と、それらの砲弾に耐えるだけの走行を備えていた。 したがって S35 は深く敵地に侵入し敵の予備装甲戦力を撃破し得るものと考えられていた。これが今日 S35 が1930年代における最良の戦車としてしばしば取り上げられる理由となっている。しかし当時のフランス陸軍機兵部隊はこの戦車をいくつかの点で欠陥品であるとしていた。理由として主に操作上。 戦術上、戦略上の三つの欠点が挙げられている。ただし、今日において、最大の弱点として取り上げられる一人用砲塔については、当時挙げられていた欠点のうちに含まれていない。大型の三人用砲塔に比べて、上院同士の動作を合わせる必要がなく、砲塔の回転速度も速いことで、社長の負荷は軽減されていると考えられていたからで、ある。 操作上の欠点は、機械的信頼性の欠如だった。サスペンションはあまりに脆弱かつ複雑で、中造の走行モジュールは、サスペンションやエンジンへのアクセス性が悪く、整備には、莫大な労力が要求された。こうした欠点は、フランスの戦車開発を主導する機関が存在しない、ことが原因だった。陸軍の各課から出される仕様は曖昧で、細部の仕様は、メーカー任せだった。 フランスの機械はしばしば時代遅れで、デザインは既存の生産設備の制約をもとに決定された。例えばサスペンションの脆弱性の解決となり得るクリスティ式サスペンション導入は徹底的な工業設備の近代化と品質規格の向上なしには不可能だった。ドイツ軍により運用される S35 戦術上の欠点はキューポラにハッチがないことで、 社長は戦闘中そこに押し込められる形となった。その原因であるエイペックス1砲塔の搭載は、純粋に予算上の制約によるもので、不評価で使用された、ルノー B1 ビスに搭載された同型のエイペックス4砲塔も、同じ批判を受けていた。戦略上の欠点は、単価が高いことで、大型の鋳造装甲部品の生産量が限られた。 おのずと生産台数は限られたものとなり、安価な戦車で数を補う必要があった。そのために、騎兵化が唯一入手できたのがオチキス H35 だったが、走行も火力も速力も大きく劣っており、これは改良型の H39 になっても改善されず、この軽戦車に対する騎兵部隊の評価も非常に低かった。S35 の先行量産型に当たる4両の、 AC4 は1936年1月に第4強攻機兵連隊に配備された。1938年半ばには100両が生産されており、1939年9月1日のドイツによるポーランド侵攻開始時には270両が生産済みで、うち246両が供給済みであった。同日付で191両が部隊で収益しており、 51両は集積所に4両はオーバーホールのために工場に変装されていた。改戦後4度目の発注として200両が追加され、総発注数は700両となった。後に451号車以降は改良型の S40 とすることが決定された。実際には1940年6月までの生産量は試作車。 先行量産系を含めて430両であった。1940年5月のドイツによるフランス侵攻の開始時、約300両が一戦部隊、機兵化の3個系機械化師団に配備されていた。各師団には各重量の S35 を持つ8個中隊があり、さらに予備車両、旅団、連隊庁舎が配備されていた。また開戦後に備蓄車両がいくつかの臨時編成の部隊に、 引き渡された。シャルルド・ゴール式化の第4機構師団には39両、第4軽機械化師団20両などである。フランスのソミュール戦車博物館、イギリスのボービントン戦車博物館、アメリカ合衆国のアバディーン戦車博物館、ロシアのクビンカ戦車博物館に実写が展示されている。ソムはサウ401935年に、騎兵戦車、 ソムは S35 の開発計画から自走砲を開発する計画が派生した。1937年の後期には車体が完成し、1939年には遅れていた砲の試験も終了、十分な性能であると認められソムはサウ40として採用。1939年の11月には36両の先行量産型が製造された。 フランス戦後の1940年に先行量産型が撮影されたが、その後の行方は分かっていない。ガールズパンツァー最終章 BC 自由学園の所有車両。冬季無限機動杯1回戦での大洗女子学園との試合にて、BC 自由部隊の主力として4両が参加。他には、マジの女学院が使用。こちらも、下記の漫画から。 逆輸入の形で隊長のエクレールが登場する。ガールズパンツアー激闘。マジノ戦です。マジノ女学院の所有車両。大洗女子学園の練習試合にて、隊長のエクレールと副隊長のホンディューが登場するに、両が参加。ウォーサンダーフランスの抽選者として登場。RUSE フランスの抽選者として登場。ザ・サブター、ワールド・オブ・タンクスフランス抽選者及び、 ドイツ抽選車、PZ-KPFW-S35-739 として登場。パンツァーフロント、パンズフラント、オースフビー、虫けらせ、ありがとうございます。